はい、ポンちゃん、おはよう。後ろでジャン君、ニャーニャー言ってますが、おはよう。さあ、今日のお花は、ポンちゃんによく似合うように作ってみました。どうでしょうか？少し後ろが光って見えにくいかね？はい、今日はクリスマスなので、少し飾り付けはちゃんとして 後で撮影しようね。はい、ジャン君。はい、ジャン君。はい、いらっしゃい。あら？うん。前から優しくしていただいているお友達に、こんなものをいただきました。よかったね、はい、ジャン君が興味を湧きましたね。ジャン君。あ、ポンちゃんも来はたい、よ。ポンちゃんも来た。集まってきた。はポンちゃん。ほら、これ色違いが来たよ。い。これポンちゃん用じゃなくてジャン君用だね、きっとね。水色こんかなプな。よかっレゼントもろたよ。たね、ジャン君。あ、はすっごいコンクいはいはい。シーに似てる。これと、今この
部屋には持ち込んでいませんが、お野菜類もあります。これで、お正月を迎えられるっていうことでしょう。柑橘系はこれを食べて風邪をひかない元気な子になるということですね。立派な柑橘。あ、本当だ。これ、これは我が家にオレンジがあるんですね。赤いっぽいやつね、オレンジ色っていうか。ちょっとポンちゃんの毛がつきましたが、これが最初のやつ。はい。ポンちゃんよ、たちゃんくんよ。それでコンプリート。ね、ポンちゃん。ポンちゃんがありがとう。ありがとう。そしてジャンくん、ありがとう。ジャンくん。はい、仲良しです。ポンちゃんすぐスリスリしに行く。はい、どうもありがとうございます。あ、この干し柿ね、これ生放送で言っていて、もうすぐ食べたくなってるけど、いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いつものように仲良しペロペロタイム。ポンちゃん、ちょびっと開けたでしょ、今。ポンちゃん、もう開けないの？もう行かなくて。ポンちゃんは、なんでそこが開いてるとテンションが上がるの？あ、開けるシーンは、ゴミ箱にもうちょっと邪魔されました。こっちからとか行かなかな、右側から。うん。まあ、片付いたらゴミ箱の位置を変えよう。そしてポンちゃん、結構冷たい風入ってくるんですけど。ポンちゃん帰ったいで。ポンちゃん、この部屋ちょっと暖かすぎないって言ってたよ。はい、ポンちゃん。はい。はい、逃げた。さあ、クリスマスイブの生放送の直前ですが、ジャン君のブラッシング、毛がいっぱい取れます。ほら、髪が、気持ちいいですか？
じゃあジャン君そろそろ生放送始めないと。ジャン君。うん。どこに毛が飛んじゃったよって。また擦りつけたね。すごい量だよ、じゃあ。うん。はい。はい。うん。生放送があるからここまでね。まだいっぱい食べた。ほい。はい、いい子でした。
さあ、とりあえずの飾り付け黒犬が、行いました。これは、マオイママさんが後で、微調整すごく、なんていうのかな、細かいところをきちんとする人なので、黒犬はとりあえずボンボンと置くタイプです。これがこの後綺麗に飾られるでしょう。めいちゃんくん、